南東大東南島は五代十国時代に江南に割挙した国であり、十国の一つである。首都は金陵。国語は単に島であるが、島と名乗った他の政権と区別するために、特にこの国の名を南島という。文化的、経済的に繁栄し、十国の中では最大の勢力を誇ったが、河北の公州や北宋に攻め立てられて滅亡した。 呉では、上将を務めた、諸圧氏の死後、その養子である女子校が、大意、中所令となって、政治の実権を握っていた。九百三十一年には、近陵に駐屯するようになり、この女系通りを、呉の都である江戸に留めて、政治を任せた。女子校は九百三十三年には、聖王となり、さらに九百三十七年十月に、呉の皇帝である、 英えみから禅兆を受け、皇帝として即位し、国語をサとした。女子公は養子になる前は、生が理であり、これは映画を誇った、当の歴代の皇帝の生の理と同じであった。このため、938年に、女子公は、自らの生を理に戻し、自分は、当皇族の理務の末裔であるとして、国語を唐とした。さらに、女子公は、自分の名を、 地高からに変えた。すなわち、女子高の生命はこれより後、李となる。李は、対外戦争を起こさないようにして、内政を充実させて、国力を増強した。南、通りの死後、この李が後を継いだ。李は、父と違って、対外拡張政策を進めた。現在の福建省に拡挙したでは、後継者争いが続き、国政が混乱していた。李はこれに乗じ。 945年に、を滅ぼした。さらに、復讐を攻めたが、五越のセンタスクに敗れた。現在の湖南省に拡挙していた祖でも、後継者争いが続いていた。950年に、当時の相王の馬木博の兄である馬木学が、南東と結んで、馬望広氏を殺した。馬木学は、相王となり、南東の進化と称した。しかし、翌951年に、 馬ま学が部下に追われると、南東は軍勢を諏訪に差し向け、諏訪を併合した。ここに、南東は、現在の行政区分でいうと、チャンスー省、厚生省、安岐省、湖北省、湖南省、福建省を領するようになり、南東のおよそ40年の歴史の中でこの時、藩とは最大になった。南東港南しかし、河北に割挙していた甲州の清掃は、 中国の統一を目指して南西を試みるようになっていった。当時、南東と甲州はワイガを境にしていた。ワイガは大河であるため、甲州の軍がワイガを渡って南東を攻撃することは困難であった。ただ、冬季にはワイガの水位が下がり、渡河が容易になる。それゆえ、甲州が南東に侵攻したいのならば、冬季以外になかった。 南塔も愚かではなく、陶器だけは、ワイガの川沿いに軍勢を展開していた。しかし、甲州が攻めてくることが全くなかったので、南東は金の無駄遣いだとしてこの制度をやめてしまう。955年11月には、清掃自らが率いた甲州の軍勢が南塔に侵攻し、西洋で南塔の軍勢を大いに破り、ことぶき州の城を囲んだ。 さらに長教員に命じて、州を占領させた。翌956年に、南東は、ことぶき州へ、救援軍を差し向けるが、清祖自ら率いる甲州の軍に、資金山にて敗れ、ついでことぶき州は甲州に占領された。さらに、豪州、四州、洋州、大州が甲州に奪われた。この頃になると、南東の軍隊は戦意を大いに失っていた。例を挙げれば、 大衆の獅子は敵前逃亡していたし、州では獅子がその部下に殺され、その部下が公衆に降伏するということも起きていた。アクル957年には蘇州が公衆に奪われ、両軍は長江を挟んで退治した。しかし、南東はすでに公衆の敵ではなく、長江での水軍同士の戦いで、南東は大敗を起死した。ここに至って、李は、 甲州へ服属することを決めた。甲州の清掃はこれを受諾し、講和して清掃は軍勢を引き返していった。この講和で決定した内容は次の通りである。さて、甲州では清掃が死に、わずか7歳であったこの協定が即位した。長教員はこれに乗じ、協定から前条を受け、皇帝となって、掃を建国した。南党はこれに対し、今まで公州に仕えていた通りに、 そうに使え続けた。年号も、そうのものを使った。だが、李慶はそうが兄弟であることを恐れて、961年に、南昌に戦挙した。旧都の金領は、大使の李育に守備させた。同年、李慶は死亡すると、李育が、金領で即位した。このことで、首都は再び金領に戻った。李育は、そうの大祖に、 七李慶を皇帝として弔ってもよいかと想像した。大祖はこれを許し、李慶は皇帝として弔われることになった。宋の大祖は中国統一を目指し、各国を理由をつけては滅ぼしていった。南東の南方に拡挙した南韓が971年に宋に滅ぼされると、南東はますます宋を恐れた。そして、自国が従順であることを示そうとした。例えば、 それまでは、中書省、文科省といった本来は、中央政府が用いる役所の名前を使っていたが、それを、左内主府、右内主府と言い換えたりした。また、南東で借位が王とされていたものは、皆高とした。これは、王という借位は、皇帝が与えるべきものであり、皇帝でない国主ごときが本来与えられるようなものではないからである。以上のように、 南東は国土を保全するために努力し、僧が南東を攻撃する大義名分を与えさせなかった。しかし、974年に大祖が李育に来庁するように命令した際に、李育は病と称していかなかった。大祖はこれを口実にして、僧品、半美に命令して南東に侵攻した。翌975年に宋の軍勢は金領を包囲した。 大祖から民衆に乱暴を働いたりしてはいけない。力攻めではなく、威信を持って城を落とすのだと言われていたこともあり、力攻めをせず、包囲を続けて、南東が降伏するのを待った。リークは軍勢を返してもらうために、助言を使者として大祖のもとに使わした。助言は、リークに罪はありません。陛下が責めるのには、大義名分がありません。 幾の小さいものが大きいものに仕えた様は、まるで子が父に仕えるようでした。罪や過ちはありません。どうして攻撃なさるのですかと言った。これに対し、大祖は、それでは、お前のやっていることは、父と子を二つの家に分けているではないか。そのようなことで良いのかと答えた。助言はこれに反論することができなかった。助言は、もう一度大祖の下を訪れ。 説得を試みた。しかし、大祖は怒って、これ以上言うことはない。また何の罪があろうか。ただ天下は一家である。寝ている時に、他人が絵びきを書いて寝ているのを許すだろうか。いや許さないと答えた。この剣幕を恐れた、助言はやむなく帰っていった。禁了の包囲は十ヶ月にも及んだが、ついに、リイクは降伏し、ここに、南島は三代にて滅んだ。 なお、李育は、僧のどの開封に移され、いいの公の借位を賜った。大祖の次の皇帝の大僧の時代には、老成栄光とされた。978年に死去したが、大僧に毒殺されたとも言われている。五代十国時代に、下北では、異民族の侵入もあり、戦乱が相次いでいた。このため、下北に住んでいた文化人たちは南方に避難した。 南東もこういった文化人たちの避難の受け皿となり、文化を大いに発展させた。李慶、李育という二人の南東の君主は、南東二種と称され、死の名人として知られる。特に、李育は中国文学史上最高の死の作者とされている。旧都の近陵では、近代において、清志神道士と称される用紙や、李定刑により、最高級の墨が開発されたり、 技巧を凝らした硯が作られた。この時代以前は硯にあまり頓着しなかったので、硯が芸術品的価値を持つようになったのは、南塔の文化の賜物であると言える。また、山水画の名画家である、塔玄、課長画の名手、助広氏もこの国に仕えていた。助言、藩記祭などは名文化として知られる。南塔は、江南地方を安定的に支配し、 この地方の開発を進めた。後の南宋時代にはこの地域は大国総地帯になるが、それもこの頃の開発によるものである。さらに、ワイナンで声援事業を行い、国家の財政を潤した。南省へ戦闘後は、964年から鉄線を鋳造し始めた。しかし、民間は鉄線を無価値なものだと思い、 価値のある銅線を溜め込んで、売買に用いなくなってしまった。結局、鉄線と銅線は等価であったのだが、実際の商業上での使用では、鉄線10枚で銅線1枚分の価値に等しくなるように、運用されていった。このため、政府もこれを追認して、鉄線10枚は、銅線1枚と価値が等しいものとした。選手、文武武義高中図、元州 明道ド徳文、信孝皇帝、選手の子後手、中図の子なお、選手は皇帝となった後、自らを、党の剣奏の五代後と称し、自らの父、ソフラ二病号を及び死亡を、以下の通り追贈した。小元保大中高校体以降、甲州の元号を、使用剣徳ただし、958年は、剣徳五年以降、北宋の元号を、 塩立高史監督会だから、ありがとうございます。